まあ、子供たちがですね、イエス様に触れようと近づいてきたんですね。すると弟子たちが近づきました。子供たちが来るような場所ではないと。するとイエス様はですね、子供たちを私の元に連れてきなさいと。そしてこのようにおっしゃいましたね。あの10章の14節で、このようにならなければ神の国に入ることはできません。私たちは、まあ、子供に教える立場であるわけですが、まあ、もしかすると子供たちから学ぶことの方が多いかもしれませんね。この子供たちが本当にこのグレースチャーチの次世代を担っていく、本当に将来の宝である、また皆さんの本当に人生を立て上げていく宝であるということを覚えつつ、私たちは本当にこの子供たちと共にですね、前進していきたいなと、そう願っています。皆さんでご一緒にですね、今朝御言葉を共に見ていきたいと思うんです。第一コリントの今日は15章 First Corinthians chapter 15、1節から5節を見ていきたいと思います。 Verse 1 to 5 First Corinthians chapter 15 Verse 1 to 5、日本語で、お読みしたいと思いますので、手元に英語の聖書がある方はですね、子供たちと一緒に第一コリントの15章の1節から5節までを日本語でお読みしたいと思います。皆さんでご一緒にでしょうか。3、はい、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またそれから十二弟子に現れたことです。ありがとうございます。一言お祈りしたいと思います。天の父の神様、新しいこの誠実な朝を心からありがとうございます。あなたの新しい恵みと慈しみとが今日もこのグレースチャーチの上に豊かに座れていることを心から感謝します。聖霊様、これからの時間、私たちは全ての主権をあなたに感謝します。あなたがこの場所を収めてくださり、あなたが私たちに御言葉を教えてくださり、また御言葉を理解する知恵を与えてください。この御言葉の本当に解き明かし、また理解を通して私たちがますますキリストに似るものへと作り変えられていきますように、この時間主に期待して愛するイエス様の皆によって初めに感謝しておりします。まず皆さんにちょっとお伺いしたいと思うんですね。イエスキリストを救い主として信じてらっしゃる方、この中に何人ぐらいいますか？ Just raise up your hand if you believe Jesus Christ as your personal savior. Just raise up your hand. あ、リンちゃんも挙げてくれました。感謝します。シャノンもなんか挙げますね。アレルヤ。まずこのことを確認したいと思うんですね。イエス様を信じるということは宗教ではなく関係であるということ。キリスト教信仰というのはまさにこのイエス様との関係の中であると言います。主につながるということですね。 What you believe is not religion but relationship. Christianity is all about relationship. It's all about connecting to Jesus なんですね。ヨハネ の15章の5節で、主はブドウの木です、私たちは枝ですと。あなた方が私にとどまるならば、すなわち私の御言葉にとどまるならば、何と書いてますか？あなた方は多くの実を結んでいると。 I am the vine and you are the branches. If you remain in me, you will bear much fruit. この御言葉にとどまるということ、ここが私たちがこの人生において祝福を受けていく秘訣であるということ。主にとどまりなさい。で、これは非常にシンプルなことなんですが、とても重要なことであると思うんですね。御言葉の中に生きていく。It's very simple, but it's very profound. That in order to make our life full of blessing, we need to remain in His word. しかしそれは私たちが、皆さんが選ばなければ、But here's the deal. Rinchen needs to choose to remain in him.
皆さんが私たちが強要されたり強いられてするものではなく、私たちの選択が皆さんの将来を決定するんです。これは神様ではなく私たちの選択なんです。 It's not like obligation or anything like that, nor the scriptures forcing you to do so, but it's your choice, your individual choice that determines your life, and not God, but you decide your direction in the future. 私は昨年ですね、フィリピン、宣教旅行に行く機会があったんですね。 But last year I went to Philippines for a mission trip for a week. その場所で、日本から20人ぐらいの大学生と一緒に、行ったんですが、ある金曜日の夜に、伝道集会が、そのブトワンという、島に行ったんですが、そのブトワンという島にある、公園で行われたんですね。 And we went to the place called Butuan in Philippines. And there was the evangelical concert meetings on the Friday night. で、その場所において300人から400人ぐらいの方々がですね、自由から集まってきたんです。 And there were over 300 to 400 peopregathered together as the national park. で、私はその場所で、御言葉を語る機会が与えられまして、で、そのメッセージの最後にこの、アルターコール、招きの祈りをしたんですね。イエス様を救い主と信じたい方、前に出てきてください。すると、何人くらいの方が出てきたと思いますか？ 100 人以上の方が前に出てきたんです。100人以上。And there were, like I said, 300 to 400 people as the park.And at the end of the preaching, I asked people to confront if you want to believe Jesus Christ as your personal Savior. And guess what? How many people came out? Over 100. So I, as a team, with all the college colleagues, prayed for them with tears. And suddenly, God strongly struck my heart and told me that I love these people in Philippines. So the 神様が本当に私はこの人々を愛している。そして御言葉を一つ私に与えてくださったんですね。それがマタイの福音書の10章の42節。And God gave me scripture verse from Matthew chapter 10 verse 42. で、そこにこれが書かれているんです。あなた方が私の弟子ということで、コップ一杯の水をこの井戸小さき者たちに与えるならば、その者たちは決して報いからもらえることIf you give up a cup of cold water to those little ones, you will never lose reward. 私たちが神様のためにすることは何一つとして決して無駄になることはない。何一つとして。Here's what the Bible says, you will never lose your reward. この世の中で皆さんが絶対大丈夫だと言えること一つでもあるでしょうか。今日本はこのイスラムの問題で非常に予想されますね。私にとっては安全と言えるものは何一つないかもしれません。しかし御言葉においてはあなた方は決してその報いから漏れることはない。 It's probably there's nothing in this world that can promise you 100% for sure that you are okay. But in the Bible it says you will never 決して皆さんは完璧な結婚生活を送っていらっしゃいますか？仕事はどうでしょうか？完璧な仕事を持っていますか？理想の仕事を持っていますか？それら皆さんの将来を保証するものでしょうか？そうですと思われる方は少し手を挙げましょうか？ハレルヤ、当たってないですね。そうなんです。何一つとして私の将来を保証するものはないんです。しかし、The Bible says here that you will never. 多くの方々は分かりませんというかもしれません。Because Jesus said that you will never be responsible. And the only God, the creator of this heaven and all the universe, can give you a true understanding of life. そして聖書を通してのみ私たちはこの人生における真の目的を知ることができます。一箇所に言葉を書いてみましょうか。ヨブ記の32章。Job chapter 32, verse 8.ヨブ記の32章の8節。ここ数日前に代表して読んでいただけますか。ヨブ記の32章の8節。Job chapter 32, verse
8. Chapter 32, verse 8. 32. ありがとうございます。Richard, could you read the same chapter verse in English, please? Job chapter 32, verse 8, please. And if you can read up a little bit louder, so everyone can hear. Job 32, verse 8. It is the spirit in person, and the breath of the Almighty can give you the understanding. 主の霊が私たちに悟りを与える、まあ、理解を与えると言っています。人はその悟りを得るために、ある宗教においては苦行やまた修行というものを通りますね。しかし、そのようなものから私たちは決して悟りを得ることができない。しかし、主の霊によって私たちは、この人生における理解というものを悟りとないことです。The breath of the Almighty that gives you the understanding. ちょっと皆さん深呼吸してみましょうか。So let's take a deep breath. Again, breathe in, breathe out. One more time. Breathe in, breathe out. And that's exactly how it is. When you take deep breaths from the scripture,You will receive his understanding. 皆さんぜひこのような思いと意識で御言葉を読んでいただきたいと思います。ここには全能者の息が宿っているということ。Okay? It's not just the words written in this textbook. This is the breath of the Almighty. ですからパウロは今日の御言葉でもう一度皆さんで第一コリントの15章を見てみましょう。ここからが非常に大切です。Let's go back to again. 1 Corinthians chapter 15.パウロはこの場所で今日何と語ったでしょうか。第一コリントの15章の3節を見てみましょう。私がこう言ってみたいと思います。15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。それはキリストが私たちの罪のために死なれたということ。 So here's what Paul says here. What's the most importantWithin the entire Bible, he just said here that what is the most important here? That Jesus Christ died for your sin, including myself. And he was buried, and he was raised. Not he just dead, but he was raised from the dead. これが福音なんです。This is the gospel. 皆さんの中で主が私に与えているこの人生における約束、ビジョンを見たいですと心から願われている方、何人ぐらいいますか。これちょっと意思表示しましょうか。何人ぐらいこの主の計画を私は見たいですと願われている方。Okay, just raise up your hand. How many of us here would like to see the blessing or the promise that's placed in your life? How many of us see? Probably everybody. Yeah. 皆さん見たいですね。じゃあもうちょっとお伺いしたいと思います。私たちの父なる神様との関係において信仰というものは大切でしょうか。 If faith is important for your relationship with your heavenly father, of course it is. It's like glue which keeps our relationship with our father. It's strong and together. 信仰というのはまさにこの接着剤のようなもので、私たちの父なる神様との関係をつなぎ合わせるものです。しかしこのことを覚えたいと思うんですね。信仰というのは持っているだけが不十分なんです。But here's the deal. It's not good enough to just have a faith. It's not good enough to just know scripture, but we need to speak up. We need to act in its way.
私たちは御言葉を知っているだけでは不十分です。御言葉を私たちは語り継げ、また信仰を解き放し、御言葉に生きていくときに、皆さんだけ手を挙げましたね、私が祝福を見たいですと。私が御言葉に生きていくときに、この祝福を私たちは見ることができるんです。アメンでしょうか。救いというのは神様からのギフトです。 Salvation is absolutely free gift from God。 私たちは恵みによって信仰を受け取っています。このイエス・キリストを、イエス・キリストを救い主と信じる者は永遠の許し、永遠の贖い、愛を受けて歩むことができる。 Salvation is totally by the grace of God through our faith, and if you believe in Jesus Christ, you will receive the eternal forgiveness and love。ですからパウロはこの場所において申し上げましょうか。私が最も大切なこととして伝えたもの、非常に大切なんです。ここに書いてある私がこの聖書の中で最も伝えたいメッセージというのは、イエス・キリストが誰の罪のためですか。私の罪のため、アナの、ホーちゃんの、またリンちゃん、こういう全ての人の罪のために死んでくださり、許しを与えてくださっている。 So that's why Paul says here that I press on to you what's the most important is that Jesus Christ died for your sin。 ですから私たちはこの本当に愛の中にこの1週間生き続けたいと思います。この恵みの中で私はとどまり続け、またお互いに使い合うということ、その者たちは決してこの報いから漏れることがない。 So let's all live and remember his love and let's serve with one another so that you will never lose you。 そのように願う方にアーメンにしようか。アーメン。ちょっとお願いしましょうか。愛するイエス様、あなたが子供たちを本当に愛して愛してやまないほど、その身元に引き寄せたいと自らの口を持って語ってくださったことを心からありがとうございます。本当に私たちに委ねられているこの尊い命、主を私たちがまずその模範としてこの信仰の道を勇敢に走り抜くことができますように、どうぞここにいるお一人お一人を格別にあなたが強めてください。また私たちが本当にキリストの道を習うものとして心折れることなく、また信仰の派生に遭うことなく、この信仰の道を走り抜くことができますように、どうぞ格別に一人一人に力を与えてください。また今日御言葉を通して教えられたように、今どうぞ私たちの心にあなたが語りかけてください。特に子供たちの心をあなたが開いてください。全て覚えてないかもしれません。しかし一つでもあなたの御言葉がそこに留まるならば、あなたの種がそこにまかれるならば、必ずその種が実を出し、実をならしていくことを私は信じてまた祈っていきたいと思います。主よ、どうぞこのグレースチャーチに通っている一人一人を、全ての世代の一人一人を格別に祝福し、あなたが新しいこの1週間もここに祝福し、また使わせてくださいますようよろしくお願いします。新しい力を受けてください。お互いに使い合う心を与えてください。またあなたの愛に中にとどまり続ける信仰を与えてください。すべての良きものがあなたから注がれているということ、また成長させてくださるのは主あなたご自身であることを、この新しい1週間私たちが強く覚えることができますように。また今から私たちはあなたの十字架を覚える生産しかすができます。今私の心をあなたの前で本当に吟味し、またすべての罪と呪いを、またあなたに喜ばれてない思いを十字架の前に伏せます。イエス様、どうぞ私たちに許す心を、また愛する心を、人々に使える心を添えてください。私に足りていない日々の生活における領域において、あなたが上からの力を与えてください。私たちがあなたに狙うものとしていることができますように。今一人一人祈っていきましょうか。今日のメッセージに答えて、またこの
生産の恵みが使われたり、自らの心を吟味していきたいと思います。そしてイエス様を救い主として心の中で信じている方は、その生産の恵みが使っていきたいと思います。今しばらく祈っていきましょう。その後に生産式を使っていきたいと思います。生産式が単なる儀式ではなく、生ける誠の神、
人との交わりであり、また契約の証であることを心から覚え、ありがとうございます。イエス様、私たちはあなたに従っていくのです。パウロも、私は生きるにしても死ぬにしても死のためですと、私の命までまだ生きてくださったイエス様、あなたの愛に応えるものとして、この人生あなただけに捧げていきます。主よ、どうぞ私たちのこの心を受け取ってください。私の心からこの祈りと信仰とイエス様を受け取ってください。この世にあってはさまざまな困難試練があります。しかしあなた方は勇敢でありなさい。私がすでに世に勝ったのであるから、御言葉こそ私たちの命であり、また進んでいく道であることを心からありがとうございます。あなたの成してくださった、またあなたが完成してくださったこの尊い十字架の技に心から感謝して愛するイエス様の皆によってお願いします。アーメン。ファニー・クロスピーという方がいるんですが、彼女はまあニューヨークの非常に貧しい家庭で生まれ育ったんですね。で、彼女は生まれて間もない頃、この病気のために視力を失ってしまうんです。で、生涯彼女は全盲として歩んでいくんですね。で、あって彼女は教会の、まあ、門を叩くんですね。するとまあそこにいた方によって、まあ、このようなことを言われたんです。あなたのようなものが来るとしじゃないと。その時彼女は本当に悲しみもだえて、なぜですか神様。その時にイエス様が彼女に現れてこう言ったんですね。私があなたともいるじゃないか。で、彼女は本当にその喜びに触れ、生涯を通して多くの賛美歌を書いています。で、その一つの賛美が、まあ、この原曲は罪とかを許されっていう、まあ、賛美歌なんですが、彼女が書いた曲なんですね。本当この死の愛に触れる時に私たちは新しく作り変えられていく。そして私たちだけではなくて、多くの人々に神の愛と素晴らしさを伝えていくものとして作り変えられていく。で、その死の愛を覚えてこの賛美ともに歌っていきたいと思うんです。私たちの罪が許されていることを、皆さん立ち上がって最後にこの賛美を歌っていきましょう。